グル今日の勝負。はい、どうもー、ね、僕たちクラブフェイトです。見てるかよ、みんな。イエーイ、よろしくお願いします。まあまあまあ、まあね、まあ、みんな知らない人もおるから自己紹介じゃあいきますね。私から、クラブフェイトで取締役やってる流行り龍です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくベリーライス。はい、続きまして、こちらの隣のね、はい、どうも、福祉にやらせてもらってる、春崎翼です。この1時間ね、いっぱい飲もうと思うんで、みんなガイ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 よしガイ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 よしガイ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 よしガイ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 。はい、よろしくよろしくよろしく。さすがトライコーチ。やお髪型も綺麗。続いてこちらのね、同じく、副主任です。相澤翔です。おモテボディです。イエーイ、かわいい、体めちゃめちゃええで。脱ぐのか、今日は脱ぐのか、気分で脱ぎます。じゃあ次どっち行こうか。あ、チンパンジー。じゃあ、僕から。じゃあ、じゃあ須田さん。あれ違うんや。僕がね、チンパンジーのね、言うてみますやん。言うてねえわ。あとはじめまして、先月から一部で働かしてもらってる司です。よろしくお願いします。イエーイ、こいよ。バナナも来て。続きまして、こちらのね、はい、イケメン、あのフェイトで一番お酒が強い西門なんです。よろしくお願いしま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 す。一番弱いぞ。顔赤い、もうすでに顔赤いやん。じゃあ、これからよ、これからこれから乾杯。とりあえず、皆さんね、乾杯しましょうか。しましょう。はい、はい、みんなも、グラス持ってね、お酒持ってね。いくよ、皆さん、いくよ、せーの、乾杯。乾杯。どこよりも飲もうとかなったのね、ほんまに思ってるから。そうっすね。そう、喋らずに飲んでいきましょうか。今日今日人数多いねーとかね、いっぱいあるけどね。もうね、コメントいっぱいしけてるんでね、嬉しいね、ほんとに。バサツノメ、司と翼紛らわしい。バサツノメはいつものことだから、あまりこう気にしないよ。翼さん出たら毎回飲まされますもんね。バサツグラス1個持ってておかしいでしょ、2個って。基本翼さんグイグイなんすよ。お前ね、そうそうそう、うまいね。ありがたい。相澤さん、まずはすごいな。パンで塗ってませんよ。はい、まずはじゃあどんな感じでしますか。やっぱね、まあでも夏やからね、やっぱり夏ね、夏、うん、夏といえばのこと言いたいね。そう、じゃあ、なるほど。じゃあ夏にちなんだ話よ。そう、テレビのね、テレビっていうか、このニコ生のね、視聴者に向けてね、やっぱりいっぱいあるけどね、やっぱ夏にデートするなら、はいはいはい、どこ行きますかと。なるほど。うん、もちろん一番ね、選んでもらって一番低いとか、まあ、テキーラをグイグイと、はい、やった方がいいでしょうね。おい、これめっちゃ不利なるよ。ちゃんと俺の大好きな顔が広まってない。僕めっちゃ不利じゃないですか。テキーラいっぱい飲みますからね、今日。えいえい、夏行くならやっぱりどこがいいかと、それ姫から選んでもらって。あ、なるほど。一番ね、低い場所ですね。うん、一番ね、人気がないね、うん、人が、まあ、テキーラグイグイと、うん、どうでしょう。行きましょう、行きましょう、どうでしょう、行きましょう。
じゃあ一番左から。じゃあかランから。ね。うん、え？俺からですか？一番左。夏の？夏のデート女の子デート。まあ普通にやっぱり。やっぱり？やっぱりジョイポリですかね、お台場の。それジョイポリ何する？マジね。ジョイポリで何するか。ジョイポリでやっぱりお化け屋敷。お、そこで？そこで青。お化け屋敷で。お化けをからの青からの青泣き疲れのからの青青いいねいいねって来たよ。青かいいね。のどこグイグイテキーラ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 ほらグイ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 。うわーマジできないよ。うわーあかんわ。でも画面から割れてるよ。画面からこれ割れてるよ。ほらそこそこ元お見えだよ。うまいねね。行きたいところ。今日はでも次ね。オッケー大丈夫。じゃあちゃうねちゃうね。順番に行っとかんと。まぁデートスポットね。デートスポット、夏行きたいところ。まぁジョイポリね。ジョイポリス。じゃあ次はショウくん。僕は女の子とジムでエクササイズ。やめてくれおい。やめてくれおい。あ、自分で押すんだよ。自分で飲むんかよ。自分で飲むんかほんまに。やっぱりじゃあ次はね、私行きましょうか。やっぱ夏やからね、夏って言えば花火やね、みんなね。夏は花火。花火、私行きたいのはやっぱり花火に行きたいというところなんですけど、正直人混みとかね、すごいいっぱいおります。なんですごい高いね、高いビルのね、上のレストランでね。お普通みんな浴衣着てね、行くんだけどね、俺はちゃうよ。ビール高いとこで、レストランで美味しいもの食べながら、そこで夜景を見ながら花火を見る。よいしょ、どうや。からのホスト。からのコメントしてコメントしてコメントしてきついけど。はいはい、ごめんなさいね、ほんま。ねいやこれ大本命のつばさんですよ。フェイトで一番面白いつばさんが、はい、夏行きたいところ、そうですね、ちょっとね、みんな話が短い感じなんで、まずね、僕神奈川出身なんですけど、神奈川って言ったらやっぱりね、湘南ってのはねちょっとあるんですけど、はいね、湘南ってねありますよね。やっぱり神奈川のね、湘南ボーイとしては、はい、出るよ。これはね、まあ、ちょっとね、真面目に聞くコメント拾いよ、ボケ。口が悪いわ。口悪すぎやろ。やっぱりね、ギリ NG じゃない。江ノ島とかね、サザンオールスターズのね、初心のサザンビーチとかあるんで、そこでね、女の子と、海にね、行ってサザン、はい、お酒をね、ちょっと飲んで、なんだかんだして、夜のね、海を眺めながら、はい、いろんな話をしたいね、デート。そっからね、横浜でも行きいの、美味しいご飯食べるの、いいホテルでね、そこで食事して。話しながら、話しながら、話し長いよ、喋るよ、たくさん。終わりー。グイ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 、よしこい、グイグイグイ。誰がロングブレスショーやねん。誰がロングブレスショーやねん。できへん。はい、次は。お前ヘッドだろ。いや、千葉さん。どうですか。締めだからね。やっぱ夏といえばですもんね。あ、チンパンジーのね。チンパンジーやめろや。寝ながらのチンパンジーやめろや。あ、まあそうですね。まあ、夏といえばなんで。じゃあね。まあ、ちなみに僕はやっぱりね、実家がないんで、だって。やめて。寂しいよ。じゃあ彼女の実家にでもじゃあ行って。はい、実家ね。お母さんと仲良くなって、お線香花火して、お お母さんとそこからのちょめちょめ。なんでやろ、グイグイ。近親相関出た。やめろおい、出た近親相関。彼女のお母さんとちょめちょめしてた。お母さんおったっけ。いないですね。
あ、いない、ごめん。お前。ちなみにお父さんもいないです。お父さんもいない。ほんで、この中で誰がね、一番ね、一緒にデートしたくないか。やっぱジョイコ、やっぱみんなに依頼のしね、コメントを書いてね。で、一番多い人が、もうグイグイね。誰誰が一番、一番デートしたくない人。そう、デートしたくない人が、もうグイグイね。だから皆さん書いてくださいね。この中で一番ね、デートしないと。出ます、アンケートの。いや、バサツ遅れなると お母さんに謝れてきた。お母さんいないよ、だから。だからお母さんいないよ。ねえ、あ、龍也、龍也、龍也。バサツ、バサツ、バサツ、龍也、バサツ。いやー、これはやっぱりつばさんっすかね。つばさんですね。誰とデートしたくないかね。王子以外みんな。王子って誰やねん。全員したくない。小太郎でいい。小太郎、おい小太郎、お前が書いたやろ。小太郎の…てか言い方も小太郎の気持ち。小太郎でいい。小太郎え、バサツ金払わされそう。つかさま、いや、持ってますよ。最低や。持ってるから払わすから。そうだ、女子に払わすとかしないんで。アンケートじゃあ、これもう言います。アンケート一番出ると思うんで、デート行きたい人書いてください。ダメだったから、ダメだから、ダメだから、ね、これ一番目にダメだと思われた方から行きます。はい、はい、よいしょ。ちょっとダメだったかですよね。やばいな。じゃあ2位よ。ジムで2位。まだ2位。2位なんで、1位いきましょう。ジムでロングブレスで2位やから。はい。よかったよ。あれ？ってことは？俺の良かったんや。ってことは？俺の良かったんや。ってことは、つか。ダメよ。半分やな。やーい、ガイガーイ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 。それではね、まあ、翼を飲んだということでね。そうですね。そもそもね、やっぱり、紹介したい人がいますよ。よろしく。紹介したいですよ。僕のお母さんを紹介します。おいちゃうよ。ねえ、まんだね、呼びましょうか、皆さん、はい、そうですね、うん、ま、それでもね、まず、新人紹介いきたいと思います。じゃあね、新人さん、いらっしゃい。まず、第1名新人さん、いらっしゃい。アモネレン。カメラ、カメラに向かってね。そうや、いろんな女の子見てるから。俺ね、男前言われてね。じゃあ出身と名前とか。ヘイト、ヘイト新人のアマネレンです。アマネレンですね。アマネレン、出身は宮城県で。どこまで言う。硬いな。どこまで言う。何キャラ、何キャラ。いや、僕は一応癒し系なんで。おぉ、いや、女子は僕がね、頑張れ。カメラに向かって、行っちゃって。いやいやいや、早い。マジか、マジか、これ大声で、せーの。色恋、色恋はちょっと任せてください。任した、じゃあ任した。ねえ、続きましてね、もう一枚います、もう一枚。あの後、出づらいわ。あの後、出づらい。もう一枚いきますよ。顔が小さい人。誰次は、赤が僕、お前。楓明君でーす。よいしょー。みんな、俺やで。顔が小さいけど。俺やで。顔小さ。いや、前にほら見て見て。これ、ウィザード分かるやん。完成。ウィザード、うん、
俺こんな感じやから顔ちっちゃ、ありがとう、顔ちっちゃ、はい、ありがとう、まあ、もう、まあ、あと5分、なんか、なんで僕だけ、いや、レン、もっと顔がうるさいって言われてるよ、顔がうるさい、顔がこれ、これね、顔がうるさい、どういうことや、顔がさつまる、いや、まあ、あのね、カメラ、カメラ、青くだ、青くだ、東京、秋田子、東京、秋田子、俺やろ、東京、秋田子、俺やろ、さつまる、あの、おもろ、なんかね、あの、楽しみないわ、ゆう子、そういう子来てや、フェイト、俺やで、はい、俺やで俺やで、よっしゃ中見せろ、そのなんか理由っていうか、なんかなんで俺なのかみたいな、なんかあのね、あの東京めちゃめちゃ顔が主張すぎたから顔が主張すぎやなうるさいわ、おかに言えやおかに、おかに、あいくくれさーおかに言うてくれや、ほんだおかに言うてくれや、加藤隆でした、わしに言わねえねよ、はいはいはい、もっと入ろうか、おかに言うてくれよ、ほんまえ、そうそう、顔が入ってないよ、でかい顔が入ってない、でかい顔が入ってない、うるさい、やかましいわ、もうランと並ぶとやばいね、顔の顔の大きさやばいやろ、あー、ちっちゃい顔、逃げちゃうわ、言えよ、なんで、なんでこの人と何したちょっとやっぱこんだけ、こんだけおると狭いね、やっぱこんだけおると狭いね、ほんまちゃうねね、アキ、アキこんだけおるとやっぱ狭い、顔でかいからね、僕の顔でかいからね、顔が歩いてるやかましいわ誰やおいおい、かい、おい、頼む顔が歩いてるよ、かかんねえうちのおかん泣くわテーブルちっちゃオッケーテーブルちっちゃテーブルちっちゃ、顔でかいから違うわ、お前、かくなよファンデーション、かくなよかくなよ聞いたら、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 わかるわ、書いとるわわかるわ、お母さん見てる、違うでしょ、お前ノリコ見てる、違う、名前言うたらあかんぞ名前言うたらあかんぞノリコ電話する今からノリコじゃあかん電話しよう、電話しよう電話しようノリコに名前出すあいつ、ほんまこんなノリコは嫌だ、はい、前こんなノリコは嫌だいや、聞こえない聞こえないお母さん、お母さん悲しいよって知らん、見とるようちのお母知らんやろノリコ見とるようちのお母知らんやろノリコニコ生見とるよあの、かけましょうかかけよう、かけようほんまにかけますあ、いいよ、いいよ、かけてかけちゃう、かけちゃうかけよう、かけようあ、ガチノリコにぶっかけようぜどこに、あの、あれあるんですか顔のデカさグループナンバーどれよイエーイ嬉しないけど、イエーイ嬉しないけどなえ、かけんのほんまにいや、かけないですいや、わかるじゃん顔だけ運でごめんなさい体見えてないしバイズルコバイズルコありがとう、ありがとうノリコ見てんのかありがとう、ありがとうほんまにありがとう。つまんない、つまんないからバサツ飲んでって。グイグーグイグイグイ飲むけどはい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 せっかく、ね、最近、期待の、ね、レンとアキがいて、やっぱそこは新人のね、やっぱ2人で勘出した方がいいかなと思うんだけどね。パフォーマンスか。どうかなこれは違うかなあどうなんだろうな言うたら僕も新人なんですけど。早くみんな、ね、ほら、早く。あ、じゃあ3人しましょう。いや、早くグラス持って。これはい。まだビール飲んでへん。僕も新人なんだね。じゃあカメラに向かってくださいグイグイ見といてや行くでよいしょーちょこれ出してもらう顔抜けやけ遠近法使うこれからよろしくみたいなね行ったらいいと思うよいしょーイエーイグ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 イよしこいグイグイよしこい美味しいわやっぱり美味しいなぁみんなね、変えてくれたからやっぱちゃうわまずね、コメント拾う、コメントそうやねうん、さっきやっぱ書いてくれてる怒られたからうんやっぱこうやって書いてくれてるほんまだよね、拾いましょう、ほんまにうるさいチンパンジーこぼれたんですかこれチンパンジーや僕ばっかりよ僕ばっかりうるさくて音割れするからね、死ねはい声でかい、ちょっと声がでかい、声でかいでかい声だけでかい王子が喋るから顔でかくない声だけでかいじゃあ拾おうかほんじゃねどれから拾おうかなあんた顔でか一番持ってるほんじゃ拾う前にじゃあ一旦 CM 行きましょうかみんなあります、うん、わかりましたます、はい、みんなコメント考えといてねちゃんとほんなら顔大きいから小さくしたきますからうんおかしいでしょじゃあ CM 振ってほらCM じゃあこの顔でいっぱいにしよう。はい。じゃああのねあの滑らな話の感じのね。あんまりあの滑らな話あじゃあそっちじゃない。こっちここ。どこ？あれや。こっち。ぶっぶいてある。さこっち。こっちやろ。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のこと。
とか好き嫌い好き嫌い好き好きだろうかハニーはい、よいしょイエーイシーン負けたねほんじゃあイエイイエイ質問、あのコメントを拾います、はい、拾おうかな、ほんじゃあね、みんなね、いっぱいコメント書いてください拾うよ拾います、拾いますなんか質問をね、書いてね、みんな拾いますよ、全然、バンバンリュウヤさんのアップみたいなシーンでじゃあ、リュウヤさんのアップまでイエーイ、はい、どこ行くの翼の顔あれちゃいます、あれちゃいますこれちょっと物足りない僕アップした、僕アップこれやっぱ近くこれやっぱ俺ちゃうもうこの人ですってほんま関西人関西人関西人多いよ今日は茨城人関西人よ茨城人が悪いことしてくるんですわいいですかはいじゃあ行きますよ質問いいよじゃあ行きますよよいしょ盛り上がれよもっとグレイ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 よしこいグレイグレイあ、ほら質問いっぱい来てますよ質問があ、なんか僕休みの日は何してるんですか僕ちゃうねみんな休みの日は何してるんですか休みの予定を一番聞きたい秋お盆休みね僕ね休みね僕ここに向かってここに向かって喋るここに向かって僕ほんまに僕ですかうんあ、映ったここに向かって僕ね休みの近いな何それ近いお盆休みはお盆休みは秋映ってない映ってないお盆休みはあれやいい感じいい感じ家で普通に過ごすわ家あんの家嫌味しかないわこいつ大丈夫かよ大丈夫よ大丈夫よ大丈夫よ誰やお前大丈夫法に触れとるもん食ってない大丈夫大丈夫か大丈夫大丈夫ですよ誰や大丈夫みたいなはい、おこだよ、倍会長ほら、怒っとるよ、会長怒っとるよ、会長小会長、怒っとるほら、見とるこの前、会長会長お前、真顔になんだよ会長の名前出して真顔になんだよ会長怒ってるんですか会長怒ってるよすいませんいや、真面目真面目かいいとこ出たわ真面目でしょ真面目なとこ出たわ会長怒った会長ちゃうわ会長ちゃうわ冗談やわ髭濃いわ髭濃いわ、髭が濃いわ、髭が松浦や結婚したほら、松浦や結婚したねって言わんなよ、お前松浦や結婚したね意味なんだよ、やってないですから東海の人は、席で飲むよ僕のあれ分からんでしょ片思い分からんでしょ秋、大人気やな死んでくる顔面とか出るよ誰が漫画やねん、お前進撃の顔誰が漫画やねん進撃の顔でかって書いて進撃の顔、お前、うまいな、お前誰や、お前呼んで、誰やコンビ組もうやサッカー界のやつ一緒やろコンビ組もうやケツアゴ誰がケツアゴやろお前にはいでもはい一つ言っていいですかうちのランくんが全然喋ってないあーそうやわこんばっかりしょほんまやわじゃあ一回めっちゃ喋ってるようちのねイケメンスタイル抜群のモデルみたいなねねえほんまそう西門ランがねせやわカメラに向かってなんかひょうと喋った方が俺いいと思うんだけどそばさん行こうさっきからねよわーカメラこうで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 ねえカメラ喋ってないとかバサッと直ってないが多いけん君の瞳に乾杯ふるあ、誰かなんか言うてふる誰かなんか言うて誰かなんか言うて今のコメントに対してあ、書いて書いていっぱいあと秋見切れとるけんお前秋お前見切れとるけんいやもうきついからランさん取れないほんまきついな顔ちっちゃいけど、うん、なんことないよ顔で、ね、お前顔黙ってるからだよ顔黙ってるからそんなことないから
前の。いやいやいや、そんなことありますから、画面見てみますね。はい、じゃあ、そろそろね、じゃあ、もう、行きましょうか。次行く？新人のね、あんまりレントね、楓秋はね、そろそろ、解除しましょうか。そろそろ、寂しい感じですね。じゃあ、一回両サイドは。そうなんだよね、最後のお別れの言葉で言って。あ、行こうか。言います？いる？もうあんだけ言われて言います？ここ今ね、紹介したい人いるんだね。はいはいはい。じゃあ2人で最後のアプリポイント言って。そうですね、どうぞどうぞ。じゃあレン君から先どうぞ。イケメンレン、イケメンレン言ったって。はい。どうしよう。まあ男前やな、ほんま腹立つわ。これで見たらめっちゃ男前やな、これで見たらあれだ。カメラ目線じゃん。どうしようね。嘘やろ。何も考えてないですよ、本当に。はいはいはい、マジで。ありがとうございます、本当に。見てくれてる人たち。ありがとうございます。よいしょー。あきこちゃん。あきは、こっちのカメラで、一言言って、変えるっていう。あきちゃん。あき。あれやで、ズバッといい、ズバッといい。東京だ、東京は来たら俺やで。東京近いな。こっち、まあこっちのカメラ、こっちのカメラ、こっちのカメラ、また2回言うんすか。あっちもあっちも、え、こっちだけ、こっちだけ。東京は来たら俺やで。誰やお前、誰やお前。東京、あのブー言うてるやん。はい、やってくれたー。よいしょー。ブー言うてるやん。顔でかありがとう。ありがとう。顔でかありがとう。ありがとう。チンパンジーありがとう。まあね、いろんなね、新人も入ったんでね、ぜひ来てくださいね。そしてね、もう2名ね、いますよ、紹介したいのが。おー、まずね、今月紹介したい、めっちゃ。まず最近グイグイ乗ってるね、東堂仁くん。よいしょーい。はい、仁くんでーす。東堂仁と申します。そうですね、京都から、頑張ってはるばる東京に来ました。お前が飲め。そうですね、今月の、13日に、バースデーをさせてもらうんで、ぜひ俊介出ろ。よいしょ。よいしょ。はい、続きましてね、続きまして、サイバーリョーくん。イエーイ。おめでとう。おめでとう。顔ちゃん、顔が違う。顔が違う。私、サイバーリョーくん。顔が違う。顔違うのは、最新の技術使ったんで。会社作るぞ。え、なんすか？詐欺で警察。何十万？めっちゃ上手ね。何十万かけたんすか？これは最新の技術使いましたんで、8月6日ハムの日、ぜひぜひ待ってますんでよろしくお願いします。やじゃーよいしょー。はい、その2人をね、含めたね、このね、人数でちょっとね、トークしていきたいと思います。はい、はい。あとコメントによく書かれてるんですけど、俊介いないの？俊介って今日。そんな、おるわけないやろ。俊介が、俊介が、俺俊介、俊介君は今日は家で寝てます。俊介だって寝てるわ。新宿いないし、俊介おるわけないから。沖縄帰ったし。ごめんな、俊介売れっ子やから。ごめんなさいね。いや、売れっ子膝枕インスタート。俊介え、あれいる、インスタート、あれいる、今インスタート。膝枕やっぱ姫ね、姫たちはみんな僕のこと待ってると思うんで。あ、インスタとか勝てたね。お酒は？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 やっぱフェイトは僕で回ってるんでね。かっきり切れて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 。まあ僕がいないと見せたい。切れてね。フェイトは何を飲むかじゃなくて。誰と？まあ僕がいてのフェイトなんで、まあそこは。何回言うんですか？インスタートイエーイ。宣伝しようから言うの。いいよ、インスタートイエーイ。いや、俺、区役所通りで行きますよ。じゃあ、行きますよ。あ、いや、みんなグラス持って、行きますよ。どうぞ。行きますよ。区役所通りで一番楽しみたい。インスタートイエーイ。インスタートイエーイ。次は、だろうな。僕も無理っす。はい、乾杯。よいしょー。はい、グイ。
でしょ、グイ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 。イケメンの方のなるみさんはって言われてるよ。ほんまやで、顎腫れてないって心配されてるよ。口緩くない？そして顎腫れてないって。口取れてない。うまいの？うせえな、マジで。ほんなら、そろそろコメントちょっと拾おうかね、みんなのね。なんか質問、ま、質問とかね、コメント拾おうかね、そろそろ。まだね、そう、なんか、ね、見てみて、この感じ。誰？天下って気持ちいいんですかって感じ。誰これ？天下？天下って何やろな、分からへんな。ティコ、何を見て。天下、何やろ、天下。天下気持ちいいやよ。誰やね、誰や。誰天下、天下って何やろな。天下って誰？シュレック。シュレックだろ。カエル。シュレック、シュレックが多くなったよ。コメントでシュレックが多くなったね。帰ったら君たちが本当にシュレックガチの酔っ払いやけん。シュレックガチの酔っ払いやけん。あ、つばさんテキーラ瓶出し目もらってますよ。え、どこに書いてある？読めない、字、字読めない。字読めない。え、どこどこどこ。テキーラ瓶出し目。おーい、あー、すごい。つばさ、あ、来ました、来ました。つばさいつ飲むんですか、来ましたよ。つばさいつ飲むんですか。いつ飲むの。今でしょ。遅いわー。グイ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 。自分でやれ。はい。はい。もう一個ね、コメントね、拾いましょう。はい。相沢さん見えないって言ってるんで、相沢さんちょっと言ってください。じゃあ相沢さん見せますよ、皆さん。相沢さん見せますよ。見たよ。よーし。いや、アップアップ。顔もアップアップアップ。顔ね。やれよ。相沢さんのアップ。うん。行きましょうか。あ、そっちだね。よしこ、お腹、お腹。え、さらに、さらに。あ、こっちから次から言ってよ。ノックアップ。おー、グイ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 、よしこい、グイグイ。ショウさん、ロングブルースしてから痛快になったなって。ロングブルースがね、ちょっと逆効果でした。おすすめのラーメン屋さんありますかって。今ワクラに行ってきましたよ。今ワクラ、これ始まる前にまさかのジンと一緒にワクラに行ってきました。そうですね、すぐそこの九州だね。九州だ、九州だ、福岡からですね。細麺の、そう、福岡の細麺の豚骨のね、美味しいですよ、ワクラ。普通グループって芸能人来た時、ただたかがホスト。そうです、僕はただのホストです。みんなただのホストです。ただのホストです、どうも。ホストです、どうも。はじめまして、ホストです。ですね、カスカスですよ。芸能人気取ってるってね。早よ飲まんかい、早よ飲まんかい。たまれ、気取るよ。はい、みんな好きなツルドンタンのメニューは。ツルドンタン、はい、すき焼きのうどん。ツルドンタンのメニューは、すき焼きのうどん。まさかずっとだね。鍋焼きうどんですね。なんかさ、じゃなんかアンケ、はい、アンケ、じゃアンケートをね、してほしいんだよね、多分ね。みんな打ちたい、多分ね。そうですね。どういう、なんかお題、なんかアンケート、アンケートなんだろう。じゃあ、じゃあこの中で一番腹黒そうなホスト。いいね。普通に、なるほど、なるほど。見た目が、見た目が一番腹黒そうな。行きましょう。いいいい、見た目だけでホスト。見た目だけでアンケート。一番腹黒そうな、いやー、お願いします。行けます、行けます、行けます。腹黒そうなホストね、このメンバーでね。色が黒いじゃなくてじゃないよ。いや、もう色が、色とかない、そういう冗談いらないから。本当に腹黒そうなホストみたいな、こいつは見た目が腹、ええな、それは。翼色が黒いの俺だけ。そう、コメントはね、するバスしかいないじゃん。じゃあ、わかんないよ、本当は誰が本当に黒いかね。翼、そう、いうね、腹は白いですけどね、僕はね。あ、最下位の人は腹黒エピソードもお願いします、だそうです。うわー、いやだそれ、いやだこれは、やばい。考えて、皆さん考えておきましょうね。じゃあ腹黒エピソード、腹黒系の人怖いな。色が黒いのはつかさ知っとるわ。色が黒いね。黒い黒い黒い。確かに確かに確かに。あそこにもっと黒いやつおるけど。あのタイガーっていう。沖縄。いつ出るんだろう。
はい、顔まくるやめなさい。誰が、誰がゴーヤですか。誰がゴーヤですか。聞いてないかな。はい、はい、はい、俺1番だと思った。そう、俺払う。正直すいません、正直すいません、1番から正解。俺マジで払うことないから、ほんまに。正解。ただ見た目だけですよ、見た目だけでは払うことない。まあ青いじゃん。第3位、やばい、やっぱどこか。いやいやいや、ランズは払うくらい。いやいやいや、おかしいおかしい。何にしようやねん、こいつら払うくらい。生オーバイ、生オーバイ。なんでやねん、おい。なんでやねん、当たってるわ。なんでやねん、おい。いや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 、ありがとう。すげえいい音した。はい、おー、あ、1位から、1位から。そんな腹黒ホストの翼さんに一言もらいましょう。さあね、エピソード腹黒エピソードも添えて。腹黒エピソード、腹黒エピソードいきましょうか。ほんじゃエピソードね、まあ多分どうせ俺が1位だと思ってね、コメントからして僕1位になると思ってたんですけど、エピソードは本当にぶっちゃけそうなのありません。本当に本当にないないとか言ったらどうせあんだろうみたいなねこと言うんだろうけど、やっぱりね、1000万、1000万売ってるホストいて、お僕はね、そこまで行ってないんで、やっぱりよくよく考えて、よく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 、いや、つばさん、ノーモーバイの、あ、バサツは煽る、煽る、腹黒つばさん、ノーモーバイ。そう、僕ね、え、自分のお客さんに煽らんの。え、いや、うわ、煽らないですよ、僕は、シャンパンとか煽らないですよ。煽らないんじゃなくて、翼のクソ失格、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 大きな色黒を、色黒をで、ちょっと待って待って待って、ちょっと違う、違うさ、アンケートしよう、違う、なんかホスト関係なく、お前言ったやろ、腹黒い、大きな、一番、肌、肌黒、腹黒くないよ。俺、俺と誰か、もう一人、大きな NG だよ。他の人が翼のエピソードを願いやるよ。じゃあ、リアさん、え、いやいやいや、ノーモーバイ、いや、そうっすね、ノーモーバイ。いや、ホストは、じゃあホストは腹黒くてね、腹黒い方がいいでしょ、ホストは。パン君ちゃう。この中で、まだやんのこれ、アンケート。やるか、アンケート多分結構人気っぽいね、世界だった。この中で一番、結婚したい人誰。あ、いいですね。あ、そうっすね。あ、じゃあちょっと、ちょっと一言アピール言ってきましょう。じゃあ、いいねよ。おお、あ、一言アピール。結婚したらこういうあれがありますよ。こっちから、こっちから、こっちから。ちょっと、その前、もういらん、これもういらん、これもういらん、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 もういらん。え、じゃあ行きますか。はい、行きますか。りょうちゃんから。こっちですか、こっちですか。あ、これ行きました、これ行きました、行きました、行きました。いいよ、いいよ。あ、行きました、行きました。アピールポイント、コダクさんです。よし、来い、よいしょ。選手が来い、選手が来い、選手が来い。さすが、やっぱね、女の子はサプライズしたいの好きなんだよね。面白くない、サプライズ。だから僕は毎日サプライズをします。何の話。イエーイ、イエーイ、よいしょ、よいしょ。僕は、あ、CM。 え、あ、そうです。俺は CM って。じゃあ一言言わせて、ビッグダディ CM の前に。僕はね、結婚してませんよ。よいしょ。よくしてるって言われますけど、してません。子供何人いるんすか。子供はね、2人ぐらい。おらへん、おらへん、リアル、リアル、おらへん。じゃあ、そろそろね、いった CM で、CM ね、CM。
ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいるし、頑張って手に囲まれてると自分も頑張れます。仲間って大事や。ああ、好きだろうかハニー。タクトさん営業中です。はい、マジだ。おしゃれ入れるまで返さねえ。待ってるねー。集中。いやいやどうぞ。安藤裕美さん、安藤裕美違うよ。はい、次、龍也さんから。次、じゃあ龍也さんアピール一言。横切ってるし。はい、何だっけ、結婚。結婚。僕ね、これいいかな。僕ね、5人兄弟なんです。そうですね。だから僕もね、子供いっぱい作りたいね。そう、お前と、いや、お前と。はい、どうぞ。はい、続きまして。いや、テキーラ飲んでない。飲むまで早いよ。テキーラ。あれ、リュウさん、テキーラ飲まないですか。いや、酔っぱらった。わすみ。結婚したらこういうあれがありますよっていうアピールポイントです。あー。じゃあ、次僕。僕？あれ？つばさんです。そうですね。僕がもし、まあ、結婚、まあ、してるとか僕も言われる時あるんですが、生飲んでください。そうですね、結婚もししたら料理を結構作ってあげたいかなと。料理好きなんで僕、はい、まあ、女子よりも、できると思うし、でも女子には作ってほしいけどみたいな感じなんで、はい、真面目な意見です、これ。真面目な。はい、面白くないんで。面白くないんで。絶対嘘って絶対嘘って書かれてますよ。じゃあ本当に、じゃあ本当に、うん、料理は作ってほしい。騙されたか、騙されたか、うん、嘘だから。腹黒いとか言われるけどね、うん、結構本当真面目に言ってるんで。俺の料理は、やっぱ女子は料理できるね、言葉が僕はいいと思うんで。ポンカレーか、はい、カプラーメン。カプラーメン。はい、じゃあ次、はい、次行こう。はい、はい、じゃあ次ね。結婚したらどういな。そうですね、本当に。そうですね、僕ですね。僕も、まあ、料理が好きなんで。そっけ。ほんまや。寝ながら言うなよ。マネか。まあ、料理が好きなんでね。やっぱり作ってあげたいし。お。まあ、なぜ鍋が好きなんで、毎日鍋でいいんで。あのね、料理簡単で済むんで。あ、まあ、でも好き嫌いは多いです。ピーマン、人参、玉ねぎ。生もの全部食べれないんで。おー、生、そこだけよろしくお願いします。生嫌いなんだ。生嫌いです。生以外、料理、生以外だったら大丈夫です。生以外だったら。じゃあこの、ビール生は。いやいや、ビールやん。生や言うと、生、食べ物の話やん。あー、そうなんや。じゃあ生やったら無理やん。生はダメです。いや、生やん。中トロは。いや、生やん。お寿司、お寿司もじゃあ本当に食えないってことだ。そうですね。はい、はい、はい。サザエは。いや、生やん。炙りサーモンは。炙りサーモン、おそ、炙りサーモン。いやいや、側だけ炙っとるけど。レバ刺し。生やん。レバ刺し。いや、生やん。いやいや、完全に生やん。で、魚ではないけど、生やん。あー、かまぼこは。かまぼこ、食べれるやん。君の瞳は。生やん。君の瞳は。いや、どういうこと。君の瞳はってどういうこと。黙って食べろって。すいません、黙って食べろって。すいませんでした。生野菜も食べれるやん。生やん。野菜、生きてるものの生がダメなんですよ、僕。あ、セックスは。セックスはね。セックス、生や。じゃあ女が女子の生。 NG バーだ。女子の生。シュンスケ飲めや。シュンスケ飲め。はい、次。クマも。はい、次、はい、どうぞ。そうですね、僕結婚したら、まあ前、美容師してたんで、カットとかカラーとかは俺が全部します。はい、
はい、そんな感じです。えぇ、ー、やばい。俺色に染めてやるよ。髪も心もせやろ。じゃあこれで来ましょうね。それで来ましょう。お願いします。俺が1位や。結婚したい人。いや俺が絶対1位。いや、ね、お金庶民の多分で、ね、結局みたいなね。お金で、ね、最下位がじゃあグイグイっていうことで。そうですね、最下位がね、グイグイね。いやこれは楽しみやわ。飲みたいな、飲みたい、飲みたいな。じゃあ負けたこと敵やね。でも勝ちたいな。しかな、ね、はい。うーちゃん飲みやると、うーちゃん飲みやると、うーちゃん飲んでる、野菜やな。野菜、芋を生きてるわ。黙れ黙れ。ピュアや。第2位が第2位、逆に飲んで結婚したい人でしょ。したい人ね。え、ナンバー2ね。ナンバー2、2人やった。あ、第3位は、おぉ、おぉ、やった、勝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 った。おぉ、危ねぇ、危ねぇ、おかしい、危ねぇ、危ねぇ。ナンバーはってことは、ゆうやさんです。ぐい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 、よし来い、ぐいぐい、ぐいぐい。一番結婚したくない人ちゃうの、これ。ゼロって一人で愛してんだよ、ほんま。愛してんだよ。ゼロはやばいぞ。ゼロはやばいっすな。できるんです。観覧数こんだけおってゼロ。そう、俺とか俺とか顔もあんまり見えないのにね。やばいぞ、ゼロは。だいぶ結婚したけど、イベント誰も来ないぞ。頑張る、頑張る、頑張る、めっちゃ頑張る。イベントお前、それ練習ありがとう、ほんまに。じゃあその第1位に輝いてる理由さんのやつに一言、一言。だからなんでやねん、ゼロパーやばい。欲しいな。愛してんね、愛してるよ、みんな。ほんまに、そんだけや。じゃあ今の気持ちを歌に込めてもらって。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。ビリから一言言ってね。ナンバーワン、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 はい、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。はい、何おもろでこれ。これちょっとビリから一言言っとけよ。おお、ビリから一言言っとけよ。愛した音、ビリの、ビリ、ビリから募集中って。あの、ゼロの、ここでテロップ、テロップ流して、テロップ。閲覧数何万ぐらいでゼロだから。じゃあじゃあ、ここに、あの、こっちの方のアドレスに待ってまーす、連絡待ってまーす、よろしくお願いします。番号、番号出せばよ。あ、番号、携帯番号、携帯番号とアドレスと LINE の ID。 今お前、電話番号言え、電話番号言え、電話番号言え、ゼロ、ゼロ、それは言わねえでしょ。 LINE の ID とけ。ゼロ、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 愛した音、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 生しよっと、かわいい、愛、愛しとんぞ、かわいい。早く、おいおい、早く、今のほら、すべて自分で酒作ってみてなってるから、これこれこれ、ラン、ラン、ラン、アイス作ってやる、これ酒。お願いします、お願いします。はい、ただいま。今さ、はっきり牛水とくでさ、夜中やんか。そうですね。やっぱさ、怖い話したいな、もうちょこで。あー、怖い話。なるほど。怖いよ。怖いってさ、いっぱいさ、帰れるけどさ、怖いよ。怖い話したら、もうみんな、もう、やーってなるから、思って。ちょっと可愛い声が出てきますかもね。やーって、やーって。ほら、ホストが怖い。黄色いやつが。怖い話、大丈夫か。おー、大丈夫か、おい、カブケー、やらー、いい、やす出た、やす出た。怖い話できる。大阪、怖い話。じゃあ、リュウヤさんの怖い話ありますか。あ、ほんまに、ここ、名古屋、これに向かって、怖い話やろうか、ほんまに。怖い話、あ、来ました。あ、リュウヤさん、怖い話、これに向かって。あ、出た、出た。まあ、俺の顔は一番怖いねんけどな。そんな関係ないけど、同じで、ホスト怖いねん、おかしいやろ、お前。
え入りますけど、ごめん、怖い話。え、お、音楽が。おぉおぉ、やばいなぁ。さすが、うわぁ、出た、うわぁ、出た、顔でかいやつ、おった、顔でかいやつ、おった、出た、俺出てへんがな、俺出てへんがな。怖い、売りかけが怖いって。じゃあ売りかけが怖い、誰の、売りかけが怖い、誰の売りかけ、ホスト、顔がでかい。おい、放送終わったら会長のことからの顔が撤去される。どこだ、放送終わったら会長から顔が撤去される。俺帰って、俺出てへん、怖い話。じゃあリュウヤさん、レアさん、じゃあここに向かって言いましょう。怖い話、怖い、こっちかな、ね、マジした、意外先生よ、顔でかい。まあ、こっちのカメラ出てないの、違うって、俺関係ある。なあ、ね、やろうかな、怖い話。顔でかい、今アップで出るとこやけど、怖っ。誰や、シズさん、ないもん、ディレクターみたいなこと言われてる。怖い怖い怖い、コメント俺ばっかりや、なんでや。はいはい、やっていくよ、流行って流行って。これはね、結構6年前の話なんやけど、6年前にみんなで友達同士で6人ぐらいで15歳本当にあった怖いビデオっていう、そういう DVD があるんだけど、ありますね、あるね、今も何十個も出てるんだけど、それ見ようってなって、そこで先に僕が DVD、 怖いな、もう音怖っ、音怖っ、先に DVD 書いた、落ち武者ね、先に DVD 書いて、で関係ないし、あれだ、俺正直黙ってって、黙って黙って、それで怖いの好きやから先に見て、内緒でで見て、途中でこれから先は何があっても保証はしませんみたいな、まあ、出て、それから映像が流れるみたいな感じで、そこロッカーの映像で、ロッカーがバーって出たらそこに顔が映るみたいな出たんですよ。ほんで次の日、あ、怖いな怖いなと思って、次の日みんな見るつけらなって、ほんで6人ぐらいで男同士でね、自分の部屋で見てって、ほんじゃそのシーンになったんですよ、ロッカーのシーンに。ほんじゃこっちからのアングラーに、まさかこっちからのアングルで、違うアングルで横向きやった顔が俺の方に顔を向いたんですよ。怖いよ。滑舌が悪くて何言ってるか分かんなかったわ。怖い話、誰かある人、ある人、サイバーさん、サイバーさん、ある人、怖い。じゃあ俺翔さん、翔さんですね。長いやつはダメなんで、短いやついきます。店行こう。まあ昔ね、大阪で働いてた時の話なんですけど、まあ夜中タクシーの運転手さんから、うるさいお前、タクシーのうんちゃんから聞いた話でね、まあその運転手さんが夜中の2時頃ぐらいに、まあ運転してて、ちょっと一人おばさんをね、見つけたんですよね。おばさんが手挙げてて、おばさん乗せたんですけど、そしたら、まあミラー見てると、おばさん、足がないんですよね。あーやべ、足ねえわこいつって、あー怖い怖いなー思ってて、あー足ないなこの人、足ないなーって思って、もう一回バックミラー見てたら、おばさんが正座してたっていうね。正座してましたー。寒い寒い。シュウさんめっちゃ寒いよ。もう一個言っていい、もう一個言うよ。まあ大阪時代でタクシー乗った時の話なんですけどね。まあタクシーね、後輩と3人で乗ったんですけど、まあみんなベロベロでね、うんちゃんにね、おっちゃんおっちゃんと、南行って、早行って、おっちゃんおっちゃん言って喋っとって、で、もうおっちゃんもありがとう言って出る時に、おっちゃんの運転手のうっちゃんと、ありがとうな言うたら、運転手さんの、おばちゃんや言ってね。
はい、言われました。ザーッキャーキャーキャー飲もうばい、飲もうばい。飲もうばい。さっきからなんかちょいちょい翼のすっぴん見してもすっぴんがなんちゃらみたいな、一番怖いよそれ、一番怖い、ちょ怖い、シュンスケほんとうるさいよほんとに。でもそう、なんかちょいちょいありますね今ね、翼のすっぴんあったよね、ありました、翼のすっぴんさらさみだね、怖かった。龍也からする僕のなんかほんと寝起きの顔を言うならばみたいなのが来たこと一番怖いのは翼のすっぴんやからね。どんな顔？犯罪者の顔。犯罪者？何犯罪者？薬中毒の犯罪者の顔。薬中で、薬中で。市原容疑者。そうそうそう。決して通り魔ではない。市原です。多分二人ぐらい殺してる。はい。もうみんな怖はしない？だいぶ？なかったこれ、あの5分以内。だいぶ？あ、怖い。オッケー。シンパンジーないですか？シンパンジーあるよ。いやもう怖かったねみんなね、怖かった、流されるね、あ怖ね、みんなね目覚めた、はい、明るくなった、はい、深夜2時怖かったっすね、いやもう怖いね、はい、みんなでね、怖かった、みんなもう帰ろうかね、じゃあ僕あの先に帰りまーす、なんでですよね、まあ早いわ、まだ早いわ、あと3分ぐらいあるんでね、つかさの顔の濃さも怖いわ、怖くないよ、最後なんかね、質問とかあってもバナナ食いすぎるから、そうなんですか、バナナ食いすぎとらんわ、あ、あんまり、どっちかというともやしの方が食っとる、あ、これ、大阪なんか会長にあれやから、最後ね、なんか質問とかあればなんか、あと1個、こう拾えるね、質問バーッとコメントください、りょう、お前どうやったら結婚できるか聞いとけ、どうやったら結婚できるか、顔は顔はあるから一番困ってる、顔はあるけど、ひよね、それデルパーツけそれひよね、ひよね、コメントですバカにしすぎでしょ、一緒にどれくらい使うと、なんか一つなんかあればね、質問がね、ラストなんかあればですね、ないかな、タバコ吸う人は僕はすいません。僕もすいませんよ。僕もすいません。俺すいません。すいません。俺すいません。聞いとけよ、お前、最後。僕は質問、質問、もうごめんな。お前、拾えや。どうやって聞いてよ、お前。皆さん、何へ言うとけよ、西川どれ。言うとけよ。おえ。言うとけよ。おえ。結婚できるキャバクラ行くでしょって、みんなキャバクラ行くでしょって、ねえ、そんな行ったことないです、キャバクラなんて、ねえ、一回もないです、行ったことない、行ったことないやついるん、こんなまで、キャバクラってなんすか、キャバクラって知らんの、ホストみたいなもんや、ラーメン屋さん、ラーメン屋さん、この前見たよ、キャバクラ行ったことあるの、俺も、本当ですか、うん、今度ぜひ、キャバクラって書かないんだけどね、あと20秒ぐらいだけど、キャバクラって今書かれてる、誰だよ、あ、もう時間です、おあ、6秒前、じゃあね、最後の皆さん、最後に3、2、バイバーイ、バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。